北口片倉駅は東京都八王子市、片倉町にある東日本旅客鉄道横浜線の駅である。駅番号は JH31。朝夕ラッシュ時間帯に運転される八王子駅発着で、橋本駅から乗り入れる相模線の列車も停車する。片倉駅元来、単に片倉駅というと、京王五両線の片倉駅を指していたが、 戦局の悪化に伴い京王五稜線が不要不急線となるに伴い、片倉駅は休止した。戦後になってから京王高尾線の駅として復活するまでの間に横浜線の片倉駅が開業したことから、本来の片倉駅であった京王高尾線の片倉駅の方が京王片倉駅と解消した。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。駅舎は高架下にある。 ホームとコンコースを連絡するエレベーターエスカレーターが2006年に設置された。単線時代も2面2線の構造であり、国道16号との立体交差を目的に、高架化される以前は200メートルほど八王子側に駅があった。八王子駅管理の業務委託駅、指定席券売機設置。緑の窓口は2010年2月28日に営業を終了した。 早朝は、駅係員が不在となり客からの問い合わせに応じられない時間帯が存在したが、2014年2月2日より、駅遠隔操作システムが導入され、インターホンを通じて案内することが可能となった。2020年度の1日平均乗車人員は4096人で、ある。横浜線内では利用者が最も少ない。 近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り。最寄り停留所は、片倉駅ロータリーにある、片倉駅と、駅から東方約150メートルのところにある国道16号線上に、ある、片倉駅入口となる。それぞれ以下の路線が乗り入れている。片倉駅、片倉駅入口出店広報資料、プレスリリースなど一時資料片倉信号場に関する、カテゴリー。 ありがとうございます。